国取り合戦、国取り合戦は1980年に日本のレジャックから稼働されたエレメ化式アーケードゲーム。開発はコナミ工業。ダカシアなどに設置され現在でも稼働している店舗もある。戦国時代を題材とするが日本地図の分割方法は都道府県で沖縄のスタート地点からゴールの北海道までスゴろく式に進める。前期バージョンは 一定操作で不正行為が行えた。後期バージョンはこの部分が改良され、同じ行為ができない。左右2つのルーレットと左側のルーレットに対応したスタートボタン、右側のルーレットに対応したストップボタンの2つのボタンがある。コインを投入すると、2つのルーレットが同時に回り出す。一定時間後に、左側のルーレットが自動で止まり数が決定する。 決定内容に不満がある場合、一定時間以内に左側のスタートボタンを押すことで、一度だけ左側のルーレットを回し直すことができる。そうした場合、また一定時間後にルーレットが止まり、数が決定される。左側のルーレットが止まった後、右側のストップボタンで絵柄のルーレットを止める。出た絵柄により進む数が決まる。 姫イコール数の分だけ進む、殿様イコール数の2倍進む、坊主イコール数の分だけ戻る、骸骨イ,イコール強制ゲームオーバー。骸骨が出るか、坊主を引いて、沖縄より、さらに交代すると、ゲームオーバーになる。京都に泊まると、東京まで飛ぶ。山形に泊まると香川まで戻る。北海道まで到達すると、ファンファーレが鳴り、当たり券やお菓子が排出される。 ゲームオーバー時には、早々更新曲が流れる。デモ中の曲は2種類あり、ドラえもんの OP、ドラえもんの歌と、ユリウス・フチークの、剣闘士の入場が交互に流れ、都道府県のランプが点滅する。ありがとうございます。